55からのタケノコ生活日経225先物ミニとジョギングと散歩の2020年10月の報告です先物取引の9月末の証拠金残高は31万8614円で10月末の証拠金残高は28万9914円でしたので10月の先物取引はマイナス28700円でした なお、2019年7月の取引開始からはマイナス1万トンで86円でした。次に9月の市場動向ですが、2万3500円前後で安定でした。なお、マイナス2万8700円となった原因ですが、ボックス相場に対応できなかったためと考えています。そして11月の取引方針ですが、10月と同じです。なお、日銀の ETF 買い入れですが、 2020年6月から貸し付けが始まっています10月には金額が増え、個人的に注目しています一方、大和証券では先物オプション取引を2021年3月末で終了とのことこのため、楽天証券に先物オプション口座を開設しましたただ、私の先物ミニの報告は変化がなくなってきており ここれををを機会に、この月次報告は先物減らし、しジョギングと散歩を増やしていきます。10月のジョギングですが格安スマートウォッチを GPS 内蔵タイプに買い替え1キロごとのペースが出てペースを上げすぎかえって関節が調子悪くなり1週間安静にしていました。 なお10月15日までのデータがなく10月の達成率は不明です11月は2日に一度無理しないペースで30分走ります最後に1日おきの1時間の散歩ですが時速 4km×1 時間 ×15 日で 60km が目標です上の歩いた距離で 67.3km 増加でしたので10月は目標達成でした ご視聴ありがとうございます。終わり。